岩手ワンコ広報室。今週のテーマはみんなのおうちに太陽光、エネルギーの自給で環境に優しい暮らしを実現。川の氾濫、土砂崩れなどの災害を発生させる異常気象、そして近年増えているシカやイノシシなどの野生動物による農業被害、これらは地球温暖化が影響していると考えられています。県は今年岩手気候非常事態宣言を発表し、温暖化の原因と考えられる CO2 などの温室効果ガスの削減に取り組んでいます。 CO2 削減には再生可能エネルギーの活用が効果的、中でも住宅への太陽光発電の設置は私たちができるアクションの一つです。次の家を建てるときには太陽光パネルを乗っけようと思って考えてました。地球環境温暖化防止に微力ですと寄与しているっていう、そういうことがあってですね、全く意識が変わりました。いくらかでも CO2 削減に努めていかなければならない、これは県民の責務だと思ってますので。県は再生可能エネルギーによる電力自給率の目標達成を目指し、住宅の太陽光発電設備の設置を支援しています。岩手県ではオール岩手で気候変動対策に取り組んでいます。今回その取り組みとして東北初の太陽光パネルや蓄電池を共同で購入する県民の皆様を募集いたします。参加者が多いほどよりお得に購入できますので、ぜひご検討ください。太陽光パネルや蓄電池を設置することで電気代の節約につながり、災害時は非常用電源として利用できます。太陽光発電設備、蓄電池共同購入については県の専用ページで詳しく紹介していますので、ご覧ください。エネルギーを自宅で作り、家計と環境に優しい暮らしを実現しませんか。岩手ワンコ広報室、来週もお楽しみに。